七色航路ジャーニーエンターテイメントシアター第1回自己紹介編というわけで始まりました。ジャーニーエンターテイメントシアター、この番組は新ブランドジャーニーの新作七色航路を紹介していくための番組です。いよいよ始まったんですね。ええ、そうね。こんな宣伝わざわざしなくても、世界中から注目を集める私たちが出演している作品ならおのずと注目されるのではありませんか。こらこら、レイチェル、私たちが有名なのは作中世界での話、外の世界では私たちを知らない人も多いんだってば。そうなのですか。そういうわけなんです。というわけで皆さん、まずは自己紹介をしていきましょう。わ、びっくりした。そんなところから飛び出さないでほしいわ。心臓に悪いです。最初なんでちょっと張り切っちゃいました。そんなわけでまずは未来さん、お願いします。わかったわ。私の名前はアスカ未来、世界に羽ばたく大企業アスカグループの社長令嬢、それが私よ。サクタさんとエニシさんをこのプリンセスメリー女学園に連れてきたのは未来さんなんですよね。そういうこと。運命の出会いだって思ったからね、サクッと連れてきちゃったってわけ。なるほど、行動派なんですね。では次、レイチェルさん、お願いします。ええ、私はレイチェル・ウィンザー、ウィンザー王国の国王ヘンドリックの娘よ。つまりは王女様ってわけだね。そういうことになりますわね。もともとプリンセスメリー号はウィンザー王家のものだったんですよね。そうね。それを我がアスカグループが買い取って国境のない学園が出来上がったってわけ。レイチェルさんにはロイヤルな気品がありますよね。ではでは次、ハルカさん。ラジャー、私はナナミハルカ。別に私自身は大企業の令嬢でもなければ王侯貴族の娘でもない、ただの庶民派ヒロインよ。何言ってるの、ハルカさんは世界の歌姫なんて呼ばれているじゃない。そうそう、知名度なら私たちより数段上なんじゃないかしら。まあ今はプリンセスメリーに入学するためにアーティスト活動は一時休止中だけどね。私はハルカさんの歌大好きです。ありがとう、シャル。エニシは芸能界とかに疎いからよくわかんないんですけど、ハルカさんの歌すっごく素敵なんですよね。ではでは、お次はシャルロットさん。はい、北欧にある小さな国バーサ公国の第二王女シャルロット・バーサです。シャルロットさんは控えめでなかなか好感の持てる後輩ですわ。恐縮でござる。シャルロット、緊張しないで、言葉が変になってるわよ。かたじけない。奥ゆかしい方なんですね、シャルロットさんは。さて、あとは。あとはあなただけよ、エニスちゃん。あ、そうですか。エニシはですね、弁財天エニシと言いまして、このプリンセスメリーではサクタお兄ちゃんの妹ってことになってますけど、実は縁結びの神様なのです。あ、神様って言ってもまだ見習いなんですけどね。ん、今どさくさに紛れてとんでもないこと言わなかった？え、何も言ってないですよ。言いましたわ、確か神様とかなんとか。嫌ですね、エニシは神様なんかじゃありませんよ。でも確かに言ったよ、シャルも聞いたでしょ。はい、エニシさんはサクタさんの妹さんなんじゃなかったんですか。い、妹です、妹キャラです。エニシ、そんなこと言ってませんよ、気のせいじゃないですかね。あと、どうもあれ、今回は自己紹介も済んだことですし、ここまでってことで。ごまかす気ね。ごまかしてなんかないですよ。では、また次回。ちょっと待って、僕の紹介は。あんたは次回。そんな。それでは、またお会いしましょう。ジャーニーエンターテイメントシアターでした。またねー。